皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日も最新のニュースをマーケティング視点で3分で解説していきたいと思います。結構ですね、衝撃的なニュースが入ってきたんですけど、どうもですね、日本政府はですね、中小企業の数を減らそうとしているというですね、ようにですね、 これから転換していくっていうことがですね、ニュースになっていました。まあ、我々の考えからしてみれば、まあ、その、中小企業っていうのは、日本のですね、9割以上を占めていてですね、仮にそれは赤字だったとしても、その方々によって成り立っているので、それを何とかしていこうっていうですね、大きいですね、なんか感じがあるような気がしていたんですけど、 どうもですねあの、潰れるものは潰れろみたいな形でやっていく方針になったような気がするんですね。で今回の新型コロナウイルスの件を受けても、まあ、国はですね、えーと、一応企業さんとかに対してこういくつかですね、えー、こう保証するとかですね、ことをやっていますけどこれもですね、あのここで耐えうる会社 例えば、その、そういう申請をしてですね、できる会社は、まあ、残ってもらってもいいんだけど、まあ、そういうですね、まあ、ネットに疎いとかですね、そういう情報に疎いとこは、まあ、どんどん潰れていってほしいみたいなぐらい、まあ、極端なこと言えばですね、方針になってきたんじゃないかなという気がしています。なので、これからはですね、その、救済してもらえないということが、もう前提になっていくんじゃないかと思いますので、皆さん方から、 勉強していくとかですね、情報を取りに行くっていうことをしていかないとですね、あの困ったから助けてくれるとかですね、えー、いうものではなくて、どんどん 見捨てててられいいいいくんじゃないかなかううふうに思っています、まあ、あの長い目で見れば、僕はあの本当に健全な形になっていけばいいかなと思ってですね、そのえー、そのいくら志があったりとか、いくらこういう技術があったとしても、やっぱり会社としてその赤字になっているとか、あのうまくいってないということが、えー、その志とか思いがあったとしてもですね、うまくいってないことが問題で。 そこに対して企業がちゃんとですね、えー、それを改善する努力しなければいけないと思っているので、それをまあ助成金だとかですね何かお金をいただいて何とか成り立つということではなくて、やっぱりもうちょっとね、えー、企業経営者の方は勉強していくべきじゃないかなと思うんですね。でまあ、私としてもですねそういうことをですね、えー、皆さんに応援していくですね仕事をしていきたいとも思っていますが、なんかね、一つ、こう。 まあすごい世の中がね、殺伐としてきた感じに、今回の新型コロナを受けてなってきた気がしています。ぜひ皆さんですね、頑張ってえ生き残っていきましょう。ということで今日は終わりたいと思います。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。